オカピのなんちゃってミュージックラボ。皆様ご機嫌いかがでしょうか。オカピでございます。このコンテンツは嵐の楽曲を音楽的になんちゃって考察することで、より深く楽しもう、めでまくろうというものです。今回はですね、ラブソースイートリボンをめでまくりたいと思います。先日ですね、ラブソーリボンがこうリリースされてから2年も経つのかと思いですね、こう久々にこの曲聴いたところですね、もう本当名曲やなと改めて思いまして、原曲の良さはそのままに、もうそれでいてこう新鮮な驚きもあり、さらなる深みもあり、そしてですね、こうファンへのメッセージっていうか、なんかもう大きな愛だと思うんですけれども、それをね感じるところもあり、リボンシリーズってですね、もうなんて面白い試みだったんだろうと思いました。でですね、こうラブソーリボンの場合ですね、原曲と比べて一番変化を、感じたのが疾走感と力強さだと思うんです。リリックビデオにですね、メンバーカラーの車も登場しますけれども、こうまさにドライブしながら聴くと気持ちのいいような疾走感、そしてですね、聴き手をどんどん引っ張っていってくれるような5人の歌声の力強さ、こんなにエネルギッシュに愛を伝えてくれる歌、もうグッとくるしかないですよね。ということでですね、ちょっと前置きが長くなりましたけれども、この曲をね、なんちゃって考察してみようと思います。この曲ですね、原曲よりこうテンポがアップしていたり、こう四つ打ちのリズム、トゥン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 みたいなのが使われていたりといったですね、こう音楽的な仕掛けがたくさんあると思うんですけれども、今回は特に、原曲からギュッと凝縮された構成に、注目したいなと思います。そんな原曲からギュッと凝縮された構成ですね、図にするとこんな感じ。まずね、イントロなんですけれども、イントロね、いきなりウォーウォーウォーヒェイイェイヒェイってこうウォーウォーイェイイェイ隊から始まっているんですよね。原曲のイントロでよく言われるこう恋が始まる要素でね、出だしのツクツってハイハットだったり、もうキラキラっていう音、またですね、ピアノのこう美しいメロディーや、鼓動を表すかのようなバスドラっていうように、こうほぼほぼ楽器にあったと思うんです。それをですね、リボーンではもうギュッと凝縮して、もうね、このフォーフォーフォーっていう嵐の歌声でがっつり声に落とす作りになっていると思います。続くメロ部分もですね、短く凝縮されております。長さがね、短くなるっていうだけではなく、こうバックの音数も少なくってですね、こうボーカルが浮き立って聞こえてくるようなのも、とってもスタイリッシュだなって思います。ファンとしてはね、こう嵐の歌声を思う存分堪能できるっていうのも、嬉しいところかなと。そしてですね、サビへの転調がないというのが結構大きな違いかなと思います。だってね、原曲はこうサビで転調するんですよ。サビ前の愛の歌でチャンチャチャンチャン、思い出ずっとずっとって、感じでですね、こう段階を経てこう4小節ぐらいかけてね、こうサビの調に変わっていくんです。それがリボーンではどうなっているかというと、 It's a song of love Everywhere you go I go って、感じてですね、こう転調をせずにドゥンっていう、このもう一瞬でサビにバーンと、突入するっていうね、
で、もうこの勢いがね、リボン版の疾走感や力強さを生み出しているなと思います。そしてですね、こう転調がないっていうことは、曲の頭から、イントロのね、ド頭からこうサビの調で演奏されているっていうことなんですよね。具体的には原曲より半音高い音でスタートしている。原曲だと、ボンボンボンだったのが、リボンだとボンボンボンって、半音高いんですよね。歌い手としてはこう高い音を歌う方がやっぱりエネルギーを使うと思うんですよね。半音であっても違う、ね。5人の、ね、歌声により一層のエネルギーが感じられるなと思います。ということで、なんちゃって考察は以上でございます。今ね説明したみたいな凝縮された構成ね、最初からサビの調っていうこともそうですし、こうテンポアップだったり、こうそういった音楽的な仕掛け、またですね、こう歌詞に込められたメッセージはもちろんですよね。あとこう英語のリズムや歌い方といったですね、こういろんな要素によってこう楽曲、そして5人の歌声に感じるパワーがもう増し増しになっていて、もうそれすなわち嵐からファンへの愛の強さだと思ってもいいでしょうか。これからもこう大切に聴いていきたい曲だなと思います。で、このラブソースイートリボンを聴けるリンクをですね、YouTube 概要欄、ブログ記事内、Twitter リプ欄などに載せております。ぜひぜひ深く聴いていただければなと思います。それでは、オカピでした。